佐藤隆44歳、NPO 法人エコロジカルファーストエイドの理事長と研究員をやっています。もともとはね、普通のサラリーマンだったんですけど、仕事を全うしとる上で、自分の組織がさらに成長していくためにはこういう仕事もした方がいいんじゃないかっていうのをね、組織の中で立案をしとったんですよ。その中に自然界を回復していく技術の開発っていうのがありました。僕ね、高校の時から大切にしていることが、何かを取り組む時には険しい道を選ぶようにしたんです。で、単に研究開発っていうだけじゃなくて、それを個人研究にして学会に行くようにしていました。そしたら学会の中で選んでいただいて、東京で発表したりとか、国際学会に呼ばれたりとかするようになりました。そしたらアメリカのね、テッドカンファレンスに出ることになって、そこからテッドに出たらね、一気にサラリーマンをすることができなくなるぐらいオファーが来てしまって、それがきっかけですね。うちの団体ではアジアを中心に国内外でプロジェクトを展開しています。で、主な国が、ネパール、インド、インドネシアで、国内では西日本を中心にプロジェクトを展開しています。で、内容は環境保全活動から入っていくんですけど、地域の経済的自立支援と環境面の自立支援を地域住民が主人公となってやっていけるプロジェクトを展開していっています。うわ、ごっついね。なんとね、ここに来るまでに高校生たちが装置を貸し出ししてくれることになって、デモ機よりも能力が2倍強いんです。高校生たちが作ったやつ貸してくれました。今日なんか魚がアップアップしよって、おかしいなと思って、尿道酸素を測ってみたら完全に酸欠状態になっとって、で、すぐ装置を設置した魚を救出できるっていうことで、今急遽装置持ってきました。うちの団体ね、 NPO なんやけど、ガチの研究開発もやっていて、で、装置は水質浄化装置の分なんですけど、何種類かってね、水を浄化していくものと、環境、その水の環境を改善していくものと、で、トップ2つあります。まだゼロになると思う、広いけん。地域住民が主人公となって町の課題を解決していけることで、そのプロジェクトの中で自分自身の成長であったりとか、達成感であったりとか、そういったことを主人公となって経験していけることだと思います。で、これね、 U プロジェクトっていう名前なんですけど、U が YOU で、あなたっていうね、名前がついています。やっぱり装置も、先進のね、特許技術、科学技術を使っとるんですけど、一人一人が作れること、誰でもが作れること、あなた一人一人が主人公になれるんですよっていうね、意味を込めています。
めっちゃあります。うちの団体の基本理念にもなっとるんですけど、未来を生きる子どもたちに美しい自然を残していきたい。でうちの活動っていうのは地域住民の輝く未来、若者の輝く未来を応援していくこと。でその中で地域の抱える課題を解決していく中で若者が魅力を感じる街づくり、あったかいコミュニティづくりっていうのを目指していってます。でその中で少子高齢化とかね、そういった問題が解決できしていくようなあったかい街づくりっていうのを目指していってます。僕ね、高校生たちと一緒に、たくさんの高校生たちと一緒にプロジェクトをやっているんですけど、彼らは一人一人が主人公になって輝くことができています。でその彼らをよく見ると、自分でも気づいていないような秘めた可能性を見つけ出して輝いていっている子たち。そしたら皆さんもぜひやっていただきたいんですけど、自分の好きなこと、興味のあることにぜひ若いうちにチャレンジしていただきたいと思います。そしてそれがきっとね、何かいい方向につながっていくと思います。で、もし道に迷ったら僕のとこに来てください。うちの団体では若者の輝く未来を応援すること、で僕自身もそれが生きがいになってます。皆さんの輝く未来応援しています。